はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は北摂作茶レについてちょっとデッキとか、立ち回りを考えていく回になります。考える回だから、あの学びの回なんで、そこのところはよろしくお願いいたします。で、一応デッキの編成は俺はこんな感じにしました。ちょっとボーナスの方からね、確認していきますと、まず得意練習の数ですね。これあの5種類以上になるとマックスの 40% になります。で、あとは男の子イベキャラをセットしましょうということで、1人セットすると 30%、2人セットすると 50% になります。で、北摂高校自体が、まあ、ちょっと男イベキャラ入れんの微妙かなっていう感じなんですけれども、やっぱり2人セットすると 50% はでかいよねということで、まあ、今回は2人セットしてきました。あとは特攻イベキャラが、何になるのかというと、まあ、また例によってね、1、2、3というところであるんですけれども、まあ、パーセンテージの高い、特攻イベキャラ3を見ていくと、まあ、こんな感じになってます。で、まずはね、野手でやるのか投手でやるのかというところを決めていただきたいんですけれども、まあ、これはね、もちろん、手持ちのデッキとか、どれだけ、解放されているかで決めていただければいいんですけれども、まあ、やっぱり特攻イベキャラ3の袴せっちゃんは入れた方がいいと思います。まあ、彼女キャラなんでね、野手でも、投手でも使えるし、北摂特攻キャラになってるんで、袴せっちゃんをもし持ってないっていうんだったら、ちょっと借りて、他の枠を、自前のデッキで揃えるというところになります。まあ、俺は借りてます、 PSR 持ってないんで。で、そうすると、まず野手でやります。で、野手でやるんで、特攻イベキャラさんのおやすみ鈴木を入れて、袴せっちゃん借りて、で、あとは、ときめきみおちゃんが PSR プラゴなので入れてます。一応特攻イベキャラさんについて自分は、こんな感じです。で、次に目を向けるのが、特攻2ですね。で、特攻2のところでいくと、まあ、二宮を男キャラとして入れて、で、あとはエプレミちゃんがね、PSR プラゴなのでエプレミちゃんを入れて、で、あとね、ニトルナがね、ニトルナが PSR プラ5なんですけれども、麦わらナッチも俺 PSR プラ3なんで、まあ、どっちにしようかなって悩んだんですけど、一応得意練習の多い方の麦わらナッチを、選んできてます。まあ、最初はちょっとこれでやっていこうかなという感じですね。で、あとそもそもの北摂キャラなんですけれども、ここね、なかなか考えられてるというか、なんか罠というか、まあ、北摂キャラといえばやっぱり2人くらいは入れたいじゃないですか。その特攻キャラとして、そのイベントの特攻なんていうの、サクセスの、特攻の方ね。で、それを見てみると、一応ですね、特攻イベキャラ1の方に通常のせっちゃんと、チカちゃんとりょうちんとハッチがいるということになってます。まあ、そもそもね、やっぱりサクチャでやるときってどうしても特攻イベキャラ1っていうのはパーセンテージが弱いので、まあ、使いづらいところはあります。で、ここですね、やっぱりポイントは、あの浴衣の3人、浴衣ハッチと浴衣チカちゃんと浴衣りょうちん、これはバージョン違いになるので特攻イベキャラではありませんということが、まあ、今回ミソになってます。まあ、それを考えると、特攻イベキャラ1として入れるよりは2と3で固めた方がいいかなということを、思いました。で、それを踏まえると、やっぱり袴せっちゃんはマストかなという印象になります。まあ、ちょっと前置きがだいぶ長くなっちゃいましたけれども、編成についてはまあこんな感じになると思います。で、あとは立ち回りですね。立ち回りを考えていったときに、まあ、正直コツとかはどうでもいいんで、まずはみおちゃんの評価でも上げときますか。みおちゃんは二股になるんですけれども、せっちゃんと二股が回避できるんで、まあ、かなり優秀キャラです。で、北摂に関してはやっぱりまず何人ときめき状態にするっていうところですよね、序盤で。まあ、これ多分2人でいいと思うんだけど、じゃあ3人4人っていうのをどの段階でときめきにしていくかというところになります。まあ、もちろんときめきがね、多いとときめきブーストが発動しやすくはなるんですけれども、処理が大変というところ。
ょっとここはメンタルで回復します。とあと赤幕団になった時に何回まで耐えるかっていうところですね。ここのバランスがねちょっとわからないっていうところ。あの赤になった時に要は何パーセントくらいで爆発するのかっていうのがちょっとわからない。だから今回はとりあえず2ターンは毎回耐えてみようと思います。なのであのもう爆発しようがどうしようがちょっとそこら辺は無視していきます。だ今回のポイントはあの別に強い選手を作るとか点数を出すってことじゃなくて本当立ち回りとかについて学ぶっていう回なんで。で北節はすいませんちょっと久々なんでどうすればいいんだっけ。まずせっちゃんのときめき度を上げればいいんだっけ。そういうところからちょっと復習だな。でせっちゃんは1回で来るんだっけ。来ない。もう1回やんなきゃダメ。いっぱい上がれば大丈夫なんだっけ。そう評価はまあ普通に乗ってもいるし、ちょっとみよちゃんの評価も上げるということで練習をしましょう。でもう1回ときめきやります。あそうかコンボもあるのか。これはどうしようか。せっちゃんで、そうするとときめきももう一人上げとかなきゃいけないんで誰上げる。で金徳とかは関係ないんでレッスンとかどうするっていう話だよね。でもレッスンすると結構経験点がもらえたりするんで、まあ、そのレッスンも重要になるかもしれない。でツボケンはやっておきましょう。経験点高いんで。でよとりあえずせっちゃんはときめいてるでしょ。もう一人、まあ技術の両親でもちょっとときめきアップさせておきますか。序盤でもう2人ときめき状態にしちゃう。これね謎イベント、ほらチームメイト評価下がるのがね痛いんだよね。失敗するといない、いないからときめきを上げよう。 あとねやる気、そうだやる気が重要だった。ちょっと忘れてた、アロマグッズ持ってくればよかった。あの男キャラ2人いるってことはもうイベントの消化については多分大丈夫なんで、招き猫はねいらないと思います。だから今回ね回復を2つ持ち込んできたんですけど、そうだよそもそもここの高校ってやる気が重要だったんだ、それをすっかり忘れていた。ここはちょっとミオちゃんの評価を上げます。可憐に例によってアロマグッズとチョコレート持ち込むのがいいかもしれない。で下校すると上がるっけ。やる気上がらない。アフェ追いかけると上がる。体力回復意味ないけど上がんねえ。ツボケンはさすがにやる気は上がらないよな。ツボケンで上がったらどんだけまずいんだよっていう感じだから、ちょっとせっちゃん一回練習してやる気上げてもらおう。上がれ、上がらない。あそうだそうだそうだ、レッスンやると上がったりするよね。これ絶対じゃないんですけど割と上がる。上がらない、悲しすぎる。よしこれでやる気上がった。あとはときめき練習がどう来るかっていうところなんで、りょーちん上げていくか。これどんくらい上げなきゃダメ、その入れてないと。結構上げてるよね。せっちゃんの評価意外に上がったないんだよね。ちょっとナッチもタックが組めるようにはしておこう。だから合宿というか合同練習が始まった時に、まあ、どれだけときめきタックができるかだよね。それを考えるとやっぱり3人とかは上げておきたい気がするんだよな。
で、ときめき練習をすると最初の方はね上がるんで、ときめきとか全員それを利用したいんだけど、やっぱせっちゃん一人っていうのはちょっとなかなか厳しいところがあるかな。やる気が下がった。大だこれ。ちょっとデートしたい。能力上げておこう。一応筋力が全くないな。いい、いいにしておこう。これでなんとかなるでしょ。やる気がないときに練習を見てときめきが発動するのであれば、まあ、やる気を回復させる。そうだ、そういうやり方してたね。まあまだこれは練習だから。ちょっと待って、これやばい。もう一回待ってこい。待ってこね。やる気が普通だとこんなにも悲しいのか。やる気めちゃくちゃ下がったんだけど、ひどくない？ビプレミちゃん、ちょっとやる気上げてくれ。上がらない。一応見る。せっちゃんナッチ。お出かけデートするか、ちょっとデートでコツコツ上げていこう。ちなみにせっちゃんのクリスマスとみおちゃんのクリスマスってどっちがいいんだろう。あ、恋爆弾が発動した。発動はしたんだけど、ちょっとデートをしなければいけない。俺は2段階とか上がんないかな。1段階しか上がんないかな。1段階しか上がんないね。いや、効率は良くないな今。ちょっと序盤の立ち回りがあんまりよろしくない。これどっちだっけ。下フルヒッター、みおちゃんで、あと3つずつだよね。監督評価これ上げとかなきゃ絶対やばいよね。いや、やっぱりちょっと2人やっておきたい。ちょっと両チームもう1回でいけるでしょう。年内に2人、これでどうでしょうか。逆襲、特に経験点は入らないんだ。で、ほっとこう。とりあえずはパワーヒッターくれ。まあ、筋力今足りてないからね。それでもいい。2人、いや、まだ行く。まだ行きたいんだけど、どうしようかな。ちょっとやることないからレッスンしよう。110、よし、ついた。来た。どうだ、せっちゃん、やる。で、次一回できたらじゃあ消すか。うん、一回できたんでないんで消そう。ここはソウルブーストで合同練習で、あ、メンタルいいね。ちょっとさばいておく。能力を上げていこう。筋力がマジ足りねえ。まあ、こんなもんでいいかな。で、ときめいて、よし、これで2回ときめき度が上がって、どれくらい上がるんだろう。プレミちゃんいつもさ上にしてるけどさ、これ下にするとどうなんの。で、ミオちゃんも経験点は高い。で、メンタルが来てるね。やろう、ときめきブースト。ときめきブーストが来てるときはときめきさせて、来てないときは他のときめきあげる。ちょっと合同練習中だからね。4人にあげるときつすぎるよね。
筋力足りてねえからなんとなくチカちゃんにしとこう。筋力20、火がついたか。うおマジか、やるか、やるしかない。これは爆発するぞ。これやったらちょっともう処理にかかるしかないよね。ちょっと待ってね、技術精神を吐きたいんでミートを上げるか。いやこれはまあやるっしょ、うん、これしかないもんね。いやラブパワーが発動したけどさ、パフェ行こう。やる気下がるかもしんないけど食え。食った。パワーヒット、さあ爆発したね。これひどいよな。まだ爆発する可能性あるの？こっから爆発したらもう無理だよ。というわけで一回爆弾除去するか。でその一回爆弾が爆発した段階で要はリカバリーが効くのかどうか、一回くらいだったら大丈夫かどうかなのかをちょっと確認したいっちゃ確認したいんだけど、確認する術がない。だからこれアロマグッズ持ってれば一回爆弾が爆発するくらいだったら大丈夫ってことだよね。アロマグッズはそれに使おう。まあ、ラブパワーのチョコレートでもそうか、結局ラブパワーでやる気マックスになるんで、スイッチつかめたけどさ。せっちゃん終わらせよう。とにかくやる気を上げたい。距離を伸ばす、これってやる気上がる？上がった。焼き上がる？焼き下がった。なんで？ひでえこいつら。許さん。ちょ、また溢れそうだ。もう使い方は適当でいいんで、あの上限アップとかも別にっていう感じなんで。でもナッチの恩恵受けますか？99にして。ラブパワーが発動してるってことはまたやる気下がるからね。ほら、ちょっと一回遊んじゃおう。そうか、別にデートをする必要はないんだ。無理やりっけ、超いらね。4月の一周じゃねえか、よく見たら。でだこれでレッスンをする。レッスンをしてやる気を1上げよう。よし上がった。で100もらえるからね。さてここからまた勝負だ。いける。超ラッキーボール。ラッキーでも何でもないっていうか、ラブパワーもいらないんだけど。うわー来たね。2人っていうかついたのか。どうすっかな。二度見や。多分あれだな、評価下がったからタックが組めないんだ。そういうデメリットもあるね。爆弾が爆発すると、とりあえず1回置く。1回置いて次来なかったらちょっと除去するか。でラブパワーが切れたからやる気下がっちゃったでしょ。一応見てみる、まあ、特にって感じだな。じゃあここはちょっとお出かけデート、お出かけデートをする必要がない。ときめき。せっちゃんはレッスンがなんか高えから、りょうちんこれ入れてた方がさ経験点高くなりやすいんだっけ。でせっちゃん風邪ひいたでしょ。でせっちゃん風邪ひいたから大丈夫やろう。流し打ち。だからさ、ラブパワーいらないんだって今は。あ、でもラブパワーが発動してた方が経験点高くなんだっけ。そういえばだけど、そういうシステムだったね。てかさ、またこれ
精神あふれるんだけど、敏捷が全く足りねえし。敏捷を使わないやつ、敏捷を使わないやつは、じゃ衝撃、あとは接戦も取るか。登り竜取っとく、伸びも取っとこう。よし、これでいいや。で、これやったらやる。で、これやって次来てなかったら、やる気なかったよ、そもそも。しかもトイレ、このトイレはどうすればいいんだ、一番安全策。ちょ、見よう。なさそうはなさそう、なさそうはなさそうだね。じゃ、ときめきでちょっともう怖いんで爆弾除去します。てかやる気がない。ミオちゃんとのデートとかってやる気が上がるかどうかがそもそも分かんないからちょっと怖い。で、りょうちん、ちょっと待って、りょうちんは技術いっぱいあるから上がんねえ。いくつ ?40 しかもらえないんだ。しかもまた大丈夫、ミオちゃんマジでいい、本当にいい。この子神すぎるよね。よし、これで一応やる気は OK で、もう合同練習が終わるね。合同練習全く意味なかったな。ときめきじゃあげる、だってこっからあげるのきつくね。いや、こっからはちょっともう上げてもしょうがない気がするな。だったらデートで経験点稼いでいきますか、ミオちゃん。せっちゃんしか入れてないとこれ3人厳しい。やっぱ3人上げるべき、それか無理やりにでも。メンタル、まあまあまあ、北摂キャラやっぱり1人、せっちゃん1人だとちょっと厳しいよね。北摂キャラを入れるとそのワンタックでも発動するっていうところが、ときめき練習ささやき破りドロー、いいとこなんだけど、特攻1で通常バージョンだからね、そこどうするかっていうところ。またラブパワーよく発動するな、ダイダダッシュといえば。全く監督許可気にしてなかったわ。ありがちだよね。監督許可いくつだった、そもそも。死んでる菅が、勝てばなんてことはない。まあ試合経験ってはね、もちろん高いに越したことはないけど、まずは勝ち進むっていうことが最大の目的なんで。ちょっと敏捷必要だから練習しよう。来ないね、やっぱり118か、結構でかいな。ラブパワーだからこんなにでかいの、普通の練習でも。一応パワーヒッター取っとこう、フルヒッターでも取っとく、引っ張ればホームラン。いや本当かっていうのはあるけど、お待たせいたしました。2点取られて、3点取られてる、4点取られてる。さあここから俺が点を取って甲子園へ導いてやろう。1球目ストライクから第2球投げた、これはいい当たりだ。まず1点、これで同点、あとは耐えてくれ。そうすれば俺が何とかする。ランナー1塁という場面で松浦、略号、ここは引っ張りに警戒します。投げた、2球目ストライク、ちゃんと見よう。第3球を投げました、これっていうものに手を出す。さあ4球目、これいった。 OKOKOK、 よく耐えてくれた。
ちょっと待って、またやる気がなくなってしまった。さて、せっちゃんいない。よかったよかった。どうしよう。確実にあれ、これって甲子園行っても、甲子園行ったらなくなるんだっけ。じゃあデートしよう。やる気上がってくれ。上がらないよねこんな内容で。監督評価がまた下がった。あ、ナッチ上げてくれ。やる気、俺のやる気を上げてくれ。チームメイトのやる気は上がるけど、よし上がった。でこれさ、経験点的な話をするとどっちがいいの。ゴー、そうないよね、もう爆弾が。ってことはあとこっから点数を伸ばしていくか。もうじゃあ甲子園に行ったらそうそう点は伸びないってことだね、その爆発力的な話で。甲子園に行く前にどこまで伸ばせるか。勝った。で精神が余ってる。てか敏捷がガチで足りねえ。てか普通に負けたんだけど、まあいいや。ちょっとここまでくれば後の点数が伸びないということが分かったんで、でまずみおちゃんもらうでしょ。あ、これさ、つぶけんやってくれないの。あ、そっか、多分消化してないからか。デート4回目まで最低でも、いやちょっといいよ、これは9700点で。でそれを考えるとどうなんだ。まず今回に関しては男キャラ2人がもう全然何の役にも立ってなかったよね。何にも役に立ってなかったのと、まあ、爆弾を爆発させちゃったのがやっぱりいけなかったんで、それはしょうがない。いやでもさ、2回はなんかやりたいよね。1回目で消しにかかるっていうのはちょっともったいない気がするから、なかなか難しいところはある。結構ストレスはたまりそうだよね。爆弾爆発しやがったみたいな感じで。連打取ってもう適当にちょっと取っていきます。はい、これでいいや。で結局経験点なんで、まあ、そこをどう出していくかというところ。やる気が大事。ちょっと久々すぎてちょっとアイテムの持ち込みを使ってねえし、アイテムそもそも間違えました。あのやる気が上がるアイテムを持っていきましょうと。で爆弾が爆発した時に1回ケアするために、まあ、アロマグッズなり、チョコレートなりを食ってやる気をマックスにする。それだったらね、そこまで攻めていいかもしれないね。だから爆発するまでは攻めて、で爆発したらちょっと安定の方向に進んでいく。あと北雪キャラを入れるかどうかっていうところ、やっぱり北雪キャラ入れないとちょっとときめきタッグが厳しい。だけど入れるべきかどうかっていうところだね。でもし入れないんだったらどこまでときめきを上げていくか。今回もう2人しか上げられなかったんだけど、合同練習をもうちょっと有効活用するために、まあ、3人上げるか、まあ、もしくは4人まで無理やり持っていくかというところですね。ちょっとここら辺考えつつ、まあ、まだあの始まるまで日はありますので、ちょっと皆さん考えていきましょうというところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。